ここにトロンのソースってのがあるのか。ここにはないようね。クルーが持っているのかも。ソラ、他を探しましょう。わかった。待ってコーラ、俺リンズラーと話してみるよ。心に通じれば記憶が戻るかもしれない。でも彼はプログラムよ。プログラムに心はないわ。そんなことないよ。俺の友達のトロンだって心を感じた。お前トロンって呼ばれてたんだろ。今のお前はクルーに記憶をいじられて本当の自分がわからなくなってるんだ。トロン、思い出してよ。リンズラーはあなたのお友達とは違ったようね。きっと思い出してくれるさ。クオラ、ダメだ、トロン。トロン、どうして。大事なことは記憶の奥底にしまい込んで忘れてしまう。記憶じゃなく心だったかな。またお前。記憶と心は密接だ。ゼルナス。感情の形成はその記憶の積み重ねから芽生える。しかしデジタルではいくら記憶を積み重ねても感情は芽生えない。どれだけ記憶を積み重ねてもそれを感じる心を持たないからだ。かつて我が師アンセムは古いプログラムの中から管理データをコピーし自らのプログラムの管理をさせていた。ここはそのオリジナルデータの世界。そう、データはコピーができる。記憶はつなぎ替え操作することができる。トロンのようなデジタルデータの存在ならなおのこと。それは容易ということになる。そうだ、お前はどうだ。俺、心、記憶、データ、そして夢。お前がこれまで経てきた記憶、感情、すべてが自分オリジナルのものだと言えるのか？ああ、俺の記憶も感情も俺のものだ！ならば今一度自らの器の奥底を覗いてみることだ。選ばれし者よ。選ばれし者？ここが夢の世界だと信じ込んでいるようだが、データも夢を見ると思っているのか？ここもまた現実。お前は自分がどこにいるのかも分かっていない。すでにお前は別の道を歩んでいる。どういう意味だ。
よく来たな。待っていたぞ。誰だ。私はクルー。お前がクルー。トロンをリンズラーに変えちゃったやつか。その通り。私がプログラムを書き換えたのだ。トロンを元に戻せ。ああ、話次第では元に戻してやろう。え？お前はどんな鍵でも開くことのできるキーブレードというものを持っているな。それと引き換えにリンズラをトロンに戻してやろう。キーブレードは渡せない。これは闇を払う光、みんなを笑顔にする鍵なんだ。ならば力ずくで奪うまでだ。トロン、俺の言葉は届かないのか。戦ってする。クオラ、よかった、無事だったんだな。ええ、ソラの言葉が届いたおかげ、それで隙ができて逃げられた。あなたの言葉はトロンに届いてるわ。ソラ、リズナーと戦って。でもクオラ、俺はその鍵ならきっとトロンを目覚めさせられる。やってみる。行くぞ、トロン。Yeah!
それ。リンズラーを回収しなくては。俺の手を掴もうとしてくれたんだ。あれはトロンだったと思う。ソラとその鍵の力のおかげね。クオラだって俺に力をくれた。じゃあ私も友達になれたかしら。もちろん。俺の記憶が真実じゃない。いや、トロンもそうだった。たとえ道を間違っても心は必ず真実につながる。
まったくピノキオときたらいつもゼペットさんに心配をかけて。思えばゼペットさんが作った木の人形が女神様のおかげで動き出した時は驚いた。正直に生きてきたゼペットさんの願いが叶えられたんだろうな。私がピノキオに両親を教えてあげられれば、もしかしたらもっと大きな願いが。いやいや、先のことは考えまい。まずはピノキオを探し出さなければ。ん？ジミニー、何してるんだ？ん？君は誰だい？子供がここに入っちゃいけない。え？どうしたんだ、ジミニー？あ？私の名前を知っているのか？どうやらこのジミニー教の名も知れ渡ってきたようだな。何言ってんだよ、俺だよ、ソラだよ。君がソラ。君とは初対面だが、名前を聞いた気がするな。あ、そっか。眠りに閉ざされた世界では本来の時間は流れていない。世界を眠りから覚まし元の世界に戻さない限り、いつまでも夢を見ている状態になる。もし訪れた先で知人に出会っても、それは夢の住人でしかない。現実ではその世界の住人も世界自体も眠った状態で、その世界の中に閉ざされている。仮にその世界にすでに存在していない住人でも、世界が夢の世界に存在を作り出す。現実のジミニーはこの世界に閉じ込められてない。これは世界が見ている夢の中のジミニーってことか。何をブツブツ言ってるんだ。はじめましてだよね、ジミニー。はじめまして。そうだそうだ、ジミニー、ここに入っちゃいけないって言ってたよね。それにしても君にそんな風に言われると初対面じゃない気がしてくるな。この場所のことだったな。ここは恐ろしい場所なんだ。子供たちを遊びほうけさせてロバに変えてしまうんだ。私の大事なピノキオもここに迷い込んでしまったらしい。おう、そうだ、ピノキオだ。あの子から君の名前を聞いたんだ。ピノキオから？どうして？まったく、学校へも行かずこんなところをうろついて。ごめんなさい。でも僕、学校へ行く途中2匹のでっかい怪物に連れてこられたんだよ。ん？怪物だって？一体どうやって？袋に入れられて。あ、でも遊んでたじゃないか。見つからないように逃げ出したんだよ。あれ？僕の鼻こんなに。きっと嘘をついたからこうなったんだ。嘘じゃないよ。ここで黒い服の人が空と遊べって言ったんだ。空？誰だいそれは。まったく、またそんな嘘を言って。おや、嘘じゃない。その黒い服の人は他に何か言ってなかったのかい？言ってなかったよ。そうか。ねえ、あれを見て。例の星だ、女神の。まあ、ピノキオ、その花はどうしたのです？嘘をついたからそうなったのですよ。
ジミニー卿。はい、女神様。その…お願い、助けて。嘘をついてごめんなさい。わかりましたね。嘘はだんだん大きくなるのです。ちょうどあなたの鼻と同じに。二度と嘘はつきません。使いますから。一度だけ許しましょう。でもいいこと、もしいい子になれないと、いつまでも木の人形のままですよ。きっといい子に。そうだね。でもよくて、助けるのは今度だけですから。またあいつか。それより早くピノキオを見つけないと。あの子もロバにされてしまう。わかった。俺もピノキオを探すのを手伝うよ。そうか、それは助かるが、ソラはピノキオのことも知ってるのかい？あそこピノキオがいる。確かに、あの子はピノキオだ。じゃあ行くよ、地味に。はあ、頼むよ、ソラ。
さっ